さんこんにちは、ゆみです。今日はモンストブライダルやってきましたということで弾いていきたいと思います。はい、ということでね、フラパまで、我慢したかったガチャですが、ここでアルファガチャが来てしまったので私は課金しましたので今日は100連引いていこうかなと思います。そして性能的にはですね、おにゃんこぽんアルファが超マインスイーパー M アンチ魔法陣 SS ターン短縮、超 SS ターン短縮パワーモード、 SS が残り HP の 99% を消費し、それに応じたダメージを与える。で、友情コンボクリティカルで全敵ロックオン貫通初撃破とクロス爆撃がついております。攻撃型ですね。めちゃくちゃ可愛いですね、イラスト。進化前も可愛いけど、進化後の方が私はタイプですね。そしてこの SS、メタトロンとかもついてるかなと思うんですけど、この HP を消費して攻撃する系の SS、私なかなかね、怖くて使えないんですよね。本当にやれるのか、これは。みたいな。撃っていいのか。今の HP から 99% 消費して、どれぐらいのダメージいくんだろうとか。そういうこと考えたら結局怖くて SS 打てないことが多いですね。はい、次フランクリンアルファ、スピード型ですね。超アンチ重力バリア、アンチ転送壁、毒キラー L、 超 SS ターンアクセルついてます。 SS がスピードがアップ&周りに電気攻撃、これはアンデルセンと一緒の SS かなと思います。友情コンボはグリッターボールと超絶電撃という感じですね。あとクリティカルのキャラとなっております。で、私が一番欲しいのはオフィリアアルファなんですが、めちゃくちゃ可愛いですよね。し、重心化前がめちゃくちゃ可愛い。しかも私この髪の色マジでよくやってると思うんですけど、毎回あの美容室行ってオーダーするのは大体こういう系のね、髪の色をオーダーしております。シルバーで、明るいシルバーにしたいですって言ってオーダーしてるんですけど、まあ、性能がですね、マインスイーパー L、アンチ魔法陣、光属性キラー、SS ターンチャージがついてるバランス型となっております。ストライクショットはスピードとパワーがアップ&味方が触れるとスピードアップする状態になる。で、友情コンボがコピー&超強防御ダウンブラスト。で、友情コンボクリティカルがついております。でですね、コピーなんですが、これ超サポートキャラですね。あのネオの相方だーってわーって騒がれているキャラとなっております。光属性キラーもついてるのでね、友情をコピーして 1.5 倍の火力を出せますよと、そして防御もダウンさせることでさらに火力出せますよというキャラとなっております。オフィリアアリアルファマジで欲しいですはい、星玉もたまりそうということで10連目、3万円も課金しましたぜ。前回ね、だいぶ激重で抑えれたんでよかったと思って結局ね、引けなかったんですがね、まあ、激重はまた来るんで、雨のうずめ、はいはい、暑いですね。そんで今日夏日、やばいやばい、カメラのメモリがまたなくなっておりました。わー、最近よく出ますね、ルリさん。カメラのね、編集が追いついてなさすぎて、消せないデータばっかりでカメラの容量がマジでないんです。そんで今日実はブライダルをイメージした、ブライダルっぽい、なるべくブライダルっぽい衣装にしたんです実はね、白でまとめてみました。てか髪もやればよかったなって今思ってる。なんか編み込みとかしてさ、こうやってアップにしたらブライダルっぽい感じになりますよね。なりませんか、どうですかよし、では20連目、星玉小ズということで、最近ね、引きが悪いんですよね、マジで。なんかもうスパイファミリーもめちゃくちゃ無理やり引いた感あるんで、フランクリンアルファ重心と前の状態で出てくれました。めちゃくちゃ可愛いですね。いいよいいよ、まずは1体目、過激速、線形過激速
い、では30連目。いや熱い、マジで。おお、ピムス、ピムスも可愛いですよね。なんか結構好きですね、エルフって感じ。40連目。確定なしですね。確定来てくれたら嬉しいな。やあ、ま、おーい、え、マジ、やったー、マジ美しいんだが、マジで美しい。この薄紫みたいな感じも可愛いですね。すべてが薄紫で染まってる感じとか、シルバーのヘアはね、ムラシャンするとすごいシルバーキープできるんですけど、シルバーと紫すごく相性がいいですよね。全然関係ないですか。めちゃくちゃ引きは良いです。おにゃんこぽん出たらもう絶対知っちゃおうかな。フラパもあるんで、もうすぐ、てかフラパもうすぐです。重心戦が待ってる、もうドキドキしちゃう。うわマジで神劇神劇すぎるんだが、それはめっちゃ嬉しいんだけど。いや引き強い時強いんですよね、マジ嬉しい。これはめちゃくちゃ良い引きだったのではないでしょうか。ってことでメインはコンペしたので、引く予定のなかったサブちゃんちょっと引いてみようかなと思います。今いい流れが来てるかもしれないんで、ちょっとだけ引いてみます。次、はい、それでは次ウサエルなんですが、この子はね根を持ってないので、オフィリアゲットできたらサブとねマルチするときにいいなって思いますので、オフィリア狙いでいと思います。最近ねすごくアンチ転送壁のキャラの実装がね多いですよね。どん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 増えてきた感じしますね。すごく、おー、ファントムか、しかもブレイク、クラウソラス、ブレイクとクラウソラスすごく良くない？これ今なんか見つめ合ってる感じがさ、右と左でしてさ、すごい可愛いんだけど、ピンクと水色でめっちゃ合ってるアイコンが。20連目、星玉もあと20連でたまりますね。いい流れ来てるって信じたい。でも欲を出しちゃダメなんだよね、こういう時は。おお、やばい、よく出てる。神、ナイスすぎー、めちゃかわー。おにゃんこぽんのさ、このさつるっとした感じがかわいいよね。シンプルでポケモンのキャラみたい。わお、はい、それでは星玉がたまります。おい、ピヨピヨ演出もなしと、止まっ、うわー、イリス、イシスかイリスか迷った今。イシスは緑の星4キャラですね。リスちゃん、パラ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 、大阪、大阪さん発言。40
40連目確定はなしと、わー、たま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 爆死だ。え、何気に今回初めての爆死ではないのか。え、これ引き金の大丈夫かな。でも言うてまだ覇者終わってないんで、回収はできるっちゃできる。まだね、まだちょっと増やせることは可能です。覇者がね、前回トーナメントシステムになって、裏覇者敵なんのかって、ね、でにゃんかばん2代目引いちゃおう。もうそう、それでね、でも配信でメインやって、もうあっという間に2クエか3クエとかで終わったんですよ、ライブ配信でやって。でその後マナエルやったんですけど、なかなか長かったですね。マナエル始めてからは1時間ぐらいかかって、でもう長かったから配信外で、ユミエルとウサエルはやりますって言って、結局やり忘れて、その当日の時間過ぎた時に気づいちゃって、やり忘れたってなって、でスキップできずにね、おのおのいるんですが、まあメインとマナエルをもう一回そこに入れて4日でマルチするんだったら、パトエルとザコエル入れてあげたいなと思って、ラストパトエルとザコエルもさ、30までのさ報酬はもらえるわけじゃないですか、一緒にやったら。30以降はやるにしろやらないにしろね、っていうのがあったりして、まだできてないですね。パトエルとザコエルはね、 iPad なので落としちゃった勢い余って携帯落としちゃった。頼む頼む頼む、あー、これは原点にして頂点ですね。これは原点頂点ですね。私スサノオから始めてるんで、リセマラせずに、もう過去でもね、そんなに別に強くなかったんですよ、スサノオ。でもリセマラせずにスサノオで始めてます。スサノオバッハで始めて、もう私のエースでしたね、もう初期の。スサノオはもうゲージがなかったので、ガチでよく使っておりました。ゲージない、このタイプのスサノオね、マジでよく使ってた。まあでもね、当時ね、いろんなところに連れて行ける、タッチャー連れて行けたんですよ。なんかまあまあ役に立ってくれました。なんか重心化しちゃっても使用回数見れたりですよね。見れましたっけ？見れるのかな？見れない気がしていたけれども、どうなんだろう。わかる方いたらぜひコメ欄で教えていただけたらなと思うんですが、まあ星玉もあと6回でしたね。やあ。はい、ということで本日はモンストブライダルを引いてみましたが、どうだったでしょうか。やっぱりね、6月はね、来ますね、ブライダル。来年も来るんじゃないかなって思います。もう予想通り来てくれた感じはしますね。はい、まあ、でも来たところ意外でしたね。うん、そんな感じはありますけど、でも普通にさ、おにゃんこぽん限定なのに2体も、サブもね、2体出てくれたのも嬉しいし、メインのラックにもなるわけですからね、もうそういう意味ではどういう意味でははい、そんな感じで来月フラッパーっていうこともあって、引く人引かない人分かれるのではないかなと思うんですが、よかったらね、コメント欄で俺を引いたよとか引いてないよとかね、教えていただけたらなと思います。フラッパーで私のことあったらね、ぜひぜひ大丈夫だと思うんで、もうどのタイミングでも多分ね大丈夫だと思うんで、写真撮りましょうとか、スタッフさんに止められない限りは私は喜んで対応したいなと思ってるんで、嬉しいタイプなんでね、話しかけられるのということで、ぜひ話しかけてくれたら嬉しいです。それでは今日の動画良かったと思っていただけたら、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。ゆみでした。バイバイ。おまけです。
ちなみにね、フラパはツイッターでも書いたんですが、本当に歩きやすい靴で来たりとか、新しい靴を下ろされる方は靴ずれ防止を対策をしてこられることをお勧めします。幕張メッセ本当に広いです。あとめちゃくちゃ暑い、まあ室内は涼しいんですが暑い場所もね結構あるので、外でなんか友達とたむろするというか、なんかなんだろう、一緒に過ごすとかいう方はね、暑さ対策とか、逆に室内は寒かったりするんで寒さ対策とかもね、着たり脱いだりできる羽織物とかね持ってこられるといいと思いますので、私はね、フラパーデイ1デイ2どっちも出るので、どっちも来られる方はぜひぜひね、隠れミッキーみたいな感じで探していただけたらなと思います。私あんまりなんか喫煙もしないので、タバコ吸ったりとかもしないので、あんまりうろうろしないと思うんですが、いたらラッキーみたいな感じではい、よろしくお願いいたします。それではまたね。